気温は、岡山県岡山市、中区及び北区にある地区。かつて、上東郡祇園村だった地区である。岡山市の政令指定都市移行に伴う行政区設置により、中区分と北区分に分かれた。大部分は、中区に属する。866番地のみ、北区に属する。郵便番号は703-8207。備前国総社基本地区の大部分を占める。 龍の口山西北部西部西南部及びその周辺の平地にあたり旭川西岸に位置する。地区内北端から旭川より取水された祇園用水の起点であり、用水は当地を貫流し、周辺各地へ流れている。祇園や高島、国府市場、湘殿、旗などの付近一帯は古代に上東郡の中心部であり、微前国の中枢でもあった。 以前国庁推定地も近い。また、龍の口山南西六には、備前国僧舎も鎮座し、現存する。同様に、古社、須佐能の神社が地区内南部の平地部に鎮座し、祇園の地名の由来となっている。僧舎や須佐能神社の周辺に古くからの集落が形成されており、それ以外の平地部は田園であったが、現在は、道路も整備されて、新興住宅が多く立地し、 新旧の集落が混在している。旭川荘祇園地区内の北西の一部で、龍の口山西六に位置する平地。旭川の分流の用水に囲まれた地域である。旭川荘と岡山県立岡山支援学校のある場所は、地帯を整備した場所で2000年頃まで祇園地先と称されていた。のどかな田園地帯で、商業施設などはコンビニ及び、 旭川省内で障害者が働く福祉の店しかない。公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されている。祇園村に関するカテゴリー、ありがとうございます。